皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 子のハーちゃんです。今回はこちらのケーキとあとは無牛パンをデコレーションしていきたいと思います。デコレーションする前に触って紹介していきます。ちょっとこのシリコン邪魔なんで吐けます。よいしょ。はい、では紹介します。まずこちらが無牛パンなんですけれども、こんな感じで耳はこの色にして、中はね明るめの紫みたいな感じにしました。一応これはブドウです。はい、ブドウ味の無牛パンです販売用なので思いっきりグッとは触らないんですけれども、まあこんな感じですね。低反発です。で、はい、こんな感じにできてます。で、奥のやつもがいいですね。はい、この色は2個作りました。それからどんぐりケーキです。空気が入ってるような感じの触り心地なんですけども、どんぐりケーキでどんぐりを用意したので、どんぐりをねこうやって後で乗せてデコっていきたいと思います。これはインテリア雑貨みたいな感じの飾る用のね、ディスプレイ用のどんぐりなので、本物のどんぐりではないです。で、この色もね作ってみました。ちょっと秋らしいかなと思って。で、まあ奥も全部同じ触り心地なんですけども、一応紹介します。はい、こんな感じです。はい、では紹介じゃない、デコレーションしていきますこのどんぐりケーキはこのチョコのホイップとか、まあこの何色なんかちょっとわかんないですけど、カスタードでもないかな、こういう色と、あと白のホイップはこっちでデコっていきます。では先にまず無牛パンからデコっていきたいと思います。パーツはブドウ系のパーツを用意しているので、それでやっていきます。ではデコっていきます。ブドウ系のパーツがいろいろあるんですけども、まあいろんなブドウなどを乗せていきたいと思います。どうしようかな、バランスを考えてやらないとあれなので、お花みたいに見えますね。なんかどうしようかな、なんかバランスが、こんな感じかな。で、どうしよう、リーフ、はい、こんな感じです。かわいいぶどうの無牛パンに仕上がりました。ぶどうを乗せたのでね。はい、次もう一個デコっていきます。もう一個もまあ同じ感じでデコろうかなと思ったんですけど、でも違う風にするって言ってもどうデコればいいのかな。ちょっと違う緑系の実みたいな、緑系のどんぐりじゃない、どんぐりじゃない、間違えた、ぶどうをね使おうかなと思います。マスカットっていうの、ちょっといろんなぶどうありますよね。皮ごと食べられるぶどうとか、ちょっとよくわかんないですけど、このぶどうだけだとちょっとあれなので、まあ、いろんな色のぶどうをねトッピングしていきたいと思います。よいしょ。あれ、もう一個ない、もう一個同じリーフがないよ。
ない。ないですね。残念。これでいいか。あ、いいいい。結構いいね。こっち、さっきのリーフとはちょっと違う感じでね、やるといいですね。これも2個刺したい。よいしょ。はい、こんな感じです。ちょっと雰囲気が全然違いますね。はい、この麦パンは映んないけど、ちょっとここに手前にあると邪魔なので奥に置いときます。で、次、どんぐりね。どんぐりは、一応なんかこのハロウィンのやつも用意したんですけどもね、後でやります。では、どんぐりのケーキで凝っていきます。このすごいいい感じの茶色に仕上がりましたチョコです。あーいいね。かわいい。このどんぐりがかわいい。どんぐりってかわいいですね。で、リーフをやりたいなと思うんだけど、どこにやればいいかな。ちょっと待ってよ。刺さってるのか。よいしょ。はい、どんぐりケーキ。じゃあどんどんデコっていきます。次、この色でデコろうと思います。これはなんかね、2種類あるんですよ、どんぐり。ちょっとテカってるどんぐりとマットなどんぐりがあって、どうしよう。みこっちのどんぐり1個乗せて、ちっちゃい実をね、秋らしい実を、あらまあ、乗せて、リーフを、よいしょ、こんな感じです。あとはこのどんぐりかわいいですね。はい、こんな感じでできました。いい感じですね。そうしたら、この謎の実をちょっとつけたいと思います。うん、秋らしい。よいしょ。で、あー最悪。ちょっと待ってくださいね。もう本当にアクシデントってもうやばいね。本当にごめんなさい。本当にはい、申し訳なかったです。すいません。こういうことがあるので、本当は同じ場所に置きたくないんですけどね。はけてしまうと、何をデコってたんだって話になるので。はけないで、このままデコっていきます。あれ、ホイップどこやった?もう騒がしいね、本当に。よいしょ。どうデコろうかな。本当にすいませんね、こんなまったりデコって。どうしようかな。考えながらデコるとね、結構大変だけど、その時に考えないと浮かばないんだよね。まあいっか、普通に。今回はどんぐりケーキなんでね、どんぐりを中心として作品を作っていきたいと思います。この同じ色のどんぐりっていうのもおしゃれでいいんじゃないでしょうか。これだけちょっとね、白いホイップでやりたいと思います。紫が入ってるのでチョコのホイップにしちゃわない方がいいかなって思うので。あー、どうしよう。こっち、うん、でも暗いね。この方がいいのかな。これを乗せて、なんだこのどんぐりの、てかここでやってると全然見えないね。じゃ
全然見えない。今気づいた。どうしようかな。いやちょっと変だね。これね、こんな感じでね、乗せて、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、よいしょ。リーフ1個の方がいい気がする。はい、こんな感じ。あと2個なんでね、デコっていきます。で、ちょっとハロウィンなんで、待って、ちょっと待って、ダメだ、これだとちょっとダメですね。あの、もっとホイップを深くしないとこれ埋まんない。でっかいどんぐりだとちょっと隠れそうなので、ちっちゃいどんぐりを乗せたいと思います。ちょっと存在感がありすぎるね。まあいいか。ひゅっと、はい、こんな感じ。オーマイガー。で、最後これもね、ハロウィンっぽくしたいと思います。本当は低くやりたいんだけどね。お化けはね、かぼちゃだけにします。ちょっとお化けさんが見当たらないので。あ、お化けいました。お化けさんいました。どうしようかな。このハロウィンのカラーのマシュマロをね、粘土で作ったので、そのパーツをねやろうかな。いや、激盛りすぎるな。ちょっとそれはダメですね。このお花をね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、この花を、よし、 OK、 できた。こんな感じです。すごい、今回のどんぐりケーキはすごく、私どんぐりの見た目が可愛くて好きなので、すごくいい作品になったかなと思います。ちょっと映ってなくてごめんなさいね。よいしょ、よいしょ。ちょっとあんまり映ってないんですけども、こんな感じで今回はデコレーション動画でした。長かったんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。メルカリで販売するので、秋限定なのでね、どんぐりケーキは。よかったらぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。